暑い、めっちゃ暑いよね。家のさ、家の冷房のコントロールが難しくて、めっちゃ難しいの。すぐ涼しくなる、すぐ涼しくなって暖くなってを繰り返す。あ、なんか喉がおかしくなっちゃった。もう今日一日ドスッピンで過ごしちょったけ、髪の毛もぐっちゃぐちゃですわ。こんばんは皆さん。こんばんは。めっちゃ暑いですね。無音の人もこんばんは。タワレコ、タワレコなんとかば。うわ、待って、星になっちゃう。そう、今日はねタワレコにケージ、タワレコでケージ、なんて言うんだろう、あれなんて言うんだろうね、タワレコに飾っていただけてるあのパネル、タワーレコード広島さんが飾ってくださっているパネルにメッセージを書きに行きました。メッセージを書きに行ったり、美味しいもの食べたりして過ごしました。今日はパネル、そう、パネル、そう、マジでみんな見に行かんといかんな。ちょうどね、ちょうど29に公演がありますから、広島にね来られるよって方も。あ、待って、なんか私のメイクポーチが一生開かなくなったかもしれない。え、こんなことある？え、本当に私のメイクポーチが一生開かんくなったかもしれない。見て、ボールチェーンのさ、これがここに、あ、取れた。いや、めっちゃ簡単に取れる、めっちゃ簡単に取れた。じゃあテロップ書きます。落ち着いたのでテロップ書きます。こんばんは。なっちゃん、水色の髪似合いそう。私絶対ね、あのね、奇抜な髪色ね、似合う自信しかない。もう私ド派手な髪型似合う自信しかない。なんなら緑とか、なんなら真緑とか、赤とか黄色とか似合う自信しかない。29チャートリー行きますって。お、友じいさん、対戦よろしくお願いします。楽しみましょうね。あ、すごい、すごい、
もう言ってくれてる人いる。私の22分前に、あ、恋法、え、おめでとうございます。タワレコ、もう写真撮ってくれてる人いる。すごい、第一発見者かも。あなたが第一発見者かもしれません。かわいい、え、ありがとう、こちゃんさん、推しメンにしてください。加入前は、そう、私加入前ね、あの STU 加入前、あの銀髪でした。これは知ってる人は知ってるやつ。知ってる人は知ってるやつ。カッタくんの孫のまいちゃんが、え、すごくない？じゃあペリカンが戻ってきたってこと？竹谷公園に、え、嬉しい。孫ってすごいね。そんなもう時代か、孫とかの時代かね。この韓国で買ったリップがマジでいい。みゃん、大きいビザ、カニうまい。え、待って、そう、私ね、この前さ、みんなとカニ何にしよっかねっていう話をしよってさ、私申し込んだと思っちゃったんよ。そしたらさ、ある日さ、机の上にさ、その申し込みするカードがさ、ポンって置いとってさ、ポンって置いてあってさ、あれと思ってさ、私申し込んだよなと思ったらさ、申し込んでなくて、申し込んでなくて、急いで申し込んだカニ。あやなみでいいね。りちゃさん、ありがとう。ハト。申し込んでないやつでした。なのですぐ申し込みました。でもね、申し込んでね、あれよ、結構すぐに届く。7月の頭に届くあれになった幻想、え、すごいと思って、めっちゃ早くない？届くのだから楽しみです。眉毛が整っていると気持ちも整います。すごくない？カニ来るの早すぎん？美人百科待ち遠しいよって。私も楽しみだね。なんかもう日々、毎日と言っていいほど、あの美人百科のオフショットをね、毎日かのように見てる。毎日かのように見てます、割と本気で。こんばんは、たなびん、なっちゃんかわいいねって、ありがとう。毎日言ってくれるじゃん、嬉しいんだけど。一押しガチャ、絶賛一押しガチャ、みんな一押しガチャはもう引きましたか？一押しガチャはもう引きましたか？なっちゃんが好きな池田テルサさん、池田テルサさんマジ天才的よね、本当に。なんかね、ちょっとね、ミステリアスな女の子好きなんですよ。なんかマリーナさんに似た何かを感じる。なんかさ、そう、なんかマリーナさん系のなんかミステリアスな女の子って可愛くない？私はもうとうにミステリアスにもなれないので。
ちょっと今日塗りすぎた。人百花は大人っぽいって、そう大人っぽいよ。やっけん私撮影の時めっちゃ大人っぽい服着ました。めちゃめちゃ大人っぽいの中でもちょっとなんて言うんだろう、やっぱり旅行だからちょっとバカンスな感じの、ちょっとはつらつまではいかんけど大人っぽいけどって感じで、すごいなんかいつも私が着ないようなお洋服だったからすごいなんか嬉しかった、切れたから1月号の特別付録のバッグはみんな使ってねみんな使ってね。かわいい、ありがとう。なんかすごい、どうしたんみんな、なんかめっちゃ今日は可愛いよとかなんかすごい言ってくれるんやけど、どうしたんみんな、どうしたん、ポーチンさんハートありがとうございます。天下界さん、くまちゃんありがとう。私のアバター来い出てこいや出てこいやですね。あれもう出たんだっけ、出てないよねまだ。出てこいや出てこいやって言ったら、出てこいやって言って送ったら出てくるはず。ハットハット、ジャグットさん、ハートありがとう。ジタクさん、ポちゃんありがとう。なっちゃんに惚れ直しでありがとう。全体的にはとてもいい感じの、ありがとうございます。ありがとうぐらい、とても嬉しいね。トータルね、トータルいい感じにするのって難しいから、ね、電波が悪い中時々画面が停止しますよ。え、なんで、なんでや、なんででしょうか。私どうだろう、みんなは大丈夫ですか、どう三日月さんのあれかね、側のあれかもしれん、もしかしたらそっちの、みんな見えてる、インスタあげましたんで見てください。なんかあったんかねみんな、本当にここだけの話、付録目的で雑誌を買ったことありますやろって、え、私めっちゃあるよ。めっちゃ雑誌じゃないけどさ、雑誌じゃないけどさ、ちっちゃい頃にさ、あのみんなで言うさ、ジャンプとかのやつみたいな、女の子版のジャンプみたいなやつ、チャオとか仲良しとかみんな知ってるかな、あるんだけど、女の子の漫画雑誌なんて言ったらいいんだろうね。そう、それはなんか毎月なんか付録が良さげなやつを買ってた。でもやっぱり私はチャオが好きだったね。チャオが好きでした。チャオをベースに買ってたな。なんかで、なんかリボンとか仲良しの付録が、え、今月可愛いやんって時はちょっと浮気するそんな感じでした。だから付録目当てでめちゃめちゃ買うことある。うん、新しい愛車行き、ありがとう。今日は停止しないよ、どういうこと、ということは
今日はってことはってことになりますやん。最近メンバーの優しい人を考えていたらなってまいりました。どういうこと？私が優しい人ってこと？私めっちゃ優しいよとか言ってめっちゃ優しいよ。自分で言うのもないけど超優しいよ。あ、映ってますか？ダブルシュー食べるのいいな。771日、イエーイ。あと6日で777やービンゴなんでチャボ、チャオじゃ、チャボじゃなくて。こんにちは、アイドルテロップ。もう消えちゃった。誰やつい、どういうこと？あ、チャオ、チャオ。あの挨拶はチャオ、チャオを呼んどる人の挨拶は本当にチャオなんよ。チャオ、なんかチャオの専属モデルの子とか挨拶するときにチャオって言うのよ。今や雑誌は付録がメインだから。そうなんかね。そうなんかね。でもさ、雑誌でさ見たいものがあってさ、それにさ付録がついてくるって考えたらめっちゃ嬉しいよね。自分で言うんかいって。自分でも自覚せざるをえんぐらい優しいんだってね。うげる。ソニアサウヤンとハネシカヤサウヤンに言われるもの全く優しい。こんばんは。女優の藤井カレンさん、そうヤッホーじゃなくてチャオー。今の付録なんやっけ。なんかさ、あのなんかめっちゃちっちゃい子のさ、なんか雑誌がさ、すっごいなんか凝ってるよね。仲良しだっけ、なんだったっけ。なんかすごいよね、すんごいなんか凝ってるみたいなの聞いたことある。何だったっけ、何だったっけ。自己申告制の優しさ。やばい、私最近なんか女優さん、最近出てきた、なんか最近のなんか新人な女優さんとか名前が分からんかもしれない。最近ドラマをあんまり見てないから。あ、すいません、こんばんは。ね、そう、なんか組み立て配信みたいなので見かけたことがある。こんばんは田辺、こんばんは田辺。今日さ、めっちゃ可愛いさ、目の下のラメ、目の下のラメをゲットしたんですよ。ちょっとね見て、ピンク、めっちゃピンク、なんかピンク、めっちゃピンクのラメやけん、チャートリ、
チャートリにチャートリの時に使ってみようと思ってます。スマホを再起動してもショールームの面が、あら、なんでやろうか、通信環境かな。私でも他のみんなどうですか、固まります。なんか Wi-Fi とか Bluetooth とか切ってみるといいかも。あー、だよね、思った。元 e-girls さんのだよね。あ、でもわかるわ、なんか藤井姉妹、私藤井姉妹系統の顔だと思う。それは自分でも自覚してる。そんな固まらんけどね、うちはもしかしたらそちら側のかもしれん、そちら側の電波の状況かもしれん。見て、チークも可愛い、チークも、これはアネモネ、なんか韓国のインフルエンサーのテリちゃん、テリちゃんプロデュースなんですの日本のコスメ。うわ、私またチークブラシなくした。似とる人とか寄せるのって意外と大事。そうね、なんかわかる、なんかね、みんなね、あれよ、なんかね、芸能人です、例えばさ、芸能人でさ、誰々に似てるって言われたらさ、その人のことめっちゃ研究してみたん、その人のことをめっちゃ分析して研究してメイクとかする人だったら、その人に寄せたり、ファッションとかもその人とかに寄せてみたりすると、なんかいい感じやんって、なんかいい感じやんって感じになるからニコラッセスさん、こんばんは。私学生時代とかめっちゃそれしてた。てか私がね、なんか私ね、なんかね、女性アイドルの人とか、なんか女優さんとか、なんか大体好きになる雰囲気が一緒っていうか、顔タイプが似てる人、顔が似てるとかじゃなくて、顔タイプが一緒系な系統の人が、なんか自然となんかこうファッと目に入るっていうか、だからそういう人たちのメイクだったりファッションだったりを研究してました。え、マジ嬉しいんだけど、コンコさん系似てるから、池田エライザさんとかそっち系、え、嬉しい、それを初めて言われた。え、私はねあ、私はね、学生時代は髪がずっと長かったんで、髪がずっと長くて、その時になんかちょっとドラマでなんかその方が主演をされとったっていうのもあって、有村架純さんはめっちゃ言われよった。でもね、それはね、多分ね、あの世界の人なんか今よりもっとふっくらしてたしなんか髪もなくてガーリーだったから言われてたけど、いや、そんなあんな可愛い人に似とるわけないやんって思いながら、そうなんです。本当に嬉しいです。ちゃん目力あるって言われるめっちゃ言われる、目力めっちゃ言われる。もうなんか目力ありすぎて怒ってるって言われることもあるぐらい目力強いよ私。本当にあの直接会えるお話し会、多分ね、あのね、あのなんだっけ、あれパーテーションもうね、あの
接会えるお話会、あのパーテーションなかったらみんなのことを目力でもう、あっあっって倒せるぐらい。はじめまして、なっちゃん見た時松井ジュリナさんに似てると思った。え、嬉しい。あ、ごへもちは。お話し会の決済は29木曜日までですよ。決済しないとお話できません。ありがとう。あ、今日も可愛い。ありがとう。あ、でもね、私ね、あのね、学生時代めっちゃ欅坂さんがデビューしたぐらいの時に、もう私一目見て、もう一目惚れしたメンバーの方がいて、羽生瑞穂さんがずっと好きなんですよ。私マジで大好きで、ずっと研究してたマジでずっと大好きすぎて、もう髪型とかもめっちゃ真似したりとかしてた。このなんか外羽みたいな、なんかのランウェイしてた時のなんか外羽にしてた羽生瑞穂さんが大好きすぎて、もうすぐ美容室予約しましたよねそう、超大好きです。でも私はそうなんかめっちゃ研究してた時に瀬戸内巡りの下関があって、初めてマリーナさんに会いに行った時に、ハブちゃんに似てるって言ってもらえたんよ。やばくない？すごくないすごくない？すごくない？私それマジ誇りに思っとるけん絶対マリーナさん覚えてないと思うけど、なりたい人に近づくたいな美容室っていうね、これにしてくださいみたいな、そう。いや、なんか今思ったけど、これにしてくださいって言いよった自分なんかちょっとさ、すごいさ、え、でも私は意外となんか堂々と言える全然ハブちゃんさんの美貌にもうなんかもう戦いすらもできん、なんかもう戦すら始まらんけどさ、もう全然自分とさ比べもんにもならんけどさ、私が。でも私はもう堂々と胸張ってこの髪型にしたいですって言う私は言うよ。瀬戸内巡り行ったのって2018年だと思う。下関、あ、アーシャでやっとる志田真中さん 67%。 え、嬉しい。なんか志田真中さんみたいな、なんか猫目な女の子めっちゃ好きなんですよ。猫目系女子めっちゃ好き。マリーナさんも猫目じゃない？マジで可愛いよね合ってるかも。マジキュン、それはそうかも。え、私なんかライブみたいなの、ライブみたいなのをね、結構後ろのゾーンで見よったんよ。もうみんなのね、ファンの方の熱がすごすぎてね、感動した。うわーって。やっぱなんかね、そこでまたさ、なんか一回諦めた夢をさそう、諦めた夢をさ、なんかが再熱した。マジでマジ再熱って感じ。え、でも待って、2018年じゃないかも。私瀬戸内の声だよ多分。瀬戸内の声だか、え、瀬戸内の声って何年発売、一番最初のやつだ。私言ったん、あ、瀬戸内の声じゃない、暗闇か。私ね、待って、マリーナさんが可愛すぎてさ、
マリーナさんが可愛すぎて、あの結構初期よ、あのね、マリーナさんが可愛すぎて、あ、門脇さんとかおったかな、なんか門脇さんとかね、待って誰と話したんじゃろう、2018か、2018瀬戸内巡りってさ、下関ってさ何回ぐらい来た？下関、2018年か。え、あのね、月で拾った卵のマリーナさんデザインのやつ買って帰った。え2018か。ブルーハワイご飯ってやば。海峡夢広場。コラボがあったねーって。レーンを思い出したい。でも2018年か。瀬戸内巡りで、でもあれだよね、レーンってさ、レーンって毎回決まるもんね。めっちゃ思い出したいのに、めっちゃ思い出したいのに、めちゃくちゃ思い出したいのに、思い出せない、思い出せない。マリーナさんは磯貝さんとクーカさんだ。あ、めっちゃ覚えてるわ、思い出した。え、私さ、クーカさんがさ SDU にさ入る前のさ、クーカさんがさ、なんかこう ダンス動画みたいな上げちょった動画をさ、なんか結構見たことがあって、すっごい感動してんけど、おー、ご本人様やーって。え、待って、私瀬戸内巡りの横断幕にコメント書いたよ。夏、懐かしい、横断幕みたいなコメント書いたわ。私のコメント多分どっかにある私のコメントどっかにあるよ。で、そう、カノンさんがめっちゃ可愛かった、マジで。そう、あのマリーナさんを見に行って、マリーナさんはマジもう本当にもうあの想像以上に可愛くて、はーってなって、磯貝さんやばってなった、やばって。めっちゃさ、そう、ステージの上で書いたわ。私結構満喫してるよ。ちょっと一目。磯貝さんがめっちゃ可愛いっていうのをそう、もう帰ってからずっと永遠に言いよった。えって
井さん可愛すぎるみたいな。そう、え、そもそもその瀬戸内巡りがほぼ5年って、え、早くないか、やばいね、時の流れは早いですね。下関でまたイベントやってほしいって、やりたいです私も私そうだね、その時 JK でした。そうやって推しが増える気持ち分かりそうって、いやちょっとそれは分かんなかったですね。やっぱり私はあの推しが命なので、はい、推しを曲げるということは私はいたしません、いたしません。フラッシュ買わねばってね、応援してます、推しに一途なもので。なっちゃんも女性レーンに並んだ一般、え、待って、分からんどっちやったやろ、今も JK じゃなかったっけ、心は JK 心はいつでも JK です。そうだよ、懐かしい、泣き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 、レーンはちょっと覚えてないな、うん、レーンまでは。こんばんは。20歳過ぎると体も正直やもんな、油物とかあって、え、胃もたれがしだすってこと？見て、ティッシュの箱、横断幕の写真撮ってたけど、え、分からん、でも書いた記憶があると思う。ね、今日めっちゃ暑いよね、私本当に歩いててさ、なんか倒れそうになったもん。見て、可愛くない、箱ティッシュ、これなんかね、あれだってポケットティッシュを収納できるやつらしい、ちゃんとあのエディエールですから出てるガチャ。今日めっちゃエモいガチャを引いたんですよ。これさ、今思ったけどさ、やっぱずれてるのかな、なんか私のやつ、いや、そういうわけではないか、いや、こうなのか、かわいいな、見て、ワン、ツー、スリー、フォー、プリキュア、プリキュアの、プリキュアのキュアブラックの、キュアブラックのアクセサリー、これアクセサリー、あの衣装の、衣装のアクセサリースタンドです。可愛くないか、これキュアホワイトと並べたらめっちゃ可愛いと思う。ブラックが欲しくて、キュアブラックが欲しくて買ったらキュアブラックが出てきました。じゃーん、え、確かに STU のグッズでこういうの売ったら売れそうって、可愛いよね STU の、私衣装めっちゃ大好きだからさ、私の世代は2人体制のプリキュアから始まりまして、途中からあの金髪のツインテールが入ってくるんです、ツインテールの子が入ってくるんです。可愛いないか、これにアクセサリーとかをかけてるらしいウケる、なんかのタワーかと思ったら、こちらです、ガチャガチャ
今日のガチャガチャ、今日のガチャガチャ戦利品プリキュアです。プリキュア、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 プリティでキュアキュア、プリティでキュアキュアってめっちゃ可愛いな。プリキュアって、お、STA×3 スタートニックのコラボグッズ当たったから4日の声に持ってくって、おーおー、え、すごい。え、でも私それ、え、私それの、私は印刷されてないやん。よね印刷されてないよね、私。でも見てみたい、どんなのがゲットできたのか気になる。私そういうの、なんかプレゼント企画とかがあった時のさ、そのプレゼント企画にの商品になってるグッズってなんか私めっちゃ好きなんよね。想定外にお揃い増えて嬉しいって、お揃っち。いや、なんか私本当になんか最近さ、懐かしいって思う感情がさ、なんかもう爆発しとって、なんかもう懐かしいっていう感情をなんか求めになんか体がいってるんですよ、なんか本当に。懐かしいという感情を求めている、私は。私これなんで買ったんやろ、これじゃ充電できんし、え、私なんでこれ買ったんやろ、え、この機械って何。これって何、あ、なんか分からんくなった。充電しながら配信もできるってやつか、それだ。 iPad には関係なかった。全然関係なかった、それだったわ。すぐ解決した。私の最近ハマってる食べ物、玄米トースト。え、これさ、なんか私さ、すんごいさ、スーパーをうろうろしてたら見つけた一品なんですけど、1枚あたり36キロカロリー。でもこれ1枚で36キロカロリーって高いのか低いのか正直わかんない。私なんかカロリーとか見ないから。熱湯で戻せば玄米がゆに、だって、え、いいね、玄米がゆに、これめっちゃ美味しいのよ。なんか7枚食べたら白米1、あ、1膳分のご飯、1膳分の熱量、手軽に玄米が取れる国内産玄米と塩だけ。せんべいみたいなお菓子で36キロカロリーって少ないの。これがめっちゃ美味しいのよ。でも今日2個食べちゃったかな。もうさすがに今日は食べちゃダメ、今食べてしまうところやったけど食べてしまうところやったけど、みんなに今こう宣言したことによって、私はもう今日これを食べません。有言実行の女なので、有言実行の女なので。配信終わってから走ってきたらいいよーって。そう、私走り、本格的にちょっと走り始めたいなと思いつつ、なんて言うんやろ、あの、なんか走る時にさ、なんかサッカー部のさ人が持っとるさ、なんかあの上下シャリシャリ、わかる、上下のシャリシャリ、
あれをさ結構前に走ろうと思って買ったんよね。買ったんやけどさ、ずーっと使ってなくて、なんかサウナスーツ代わりになりそうじゃん走ってたら。だからシャカシャカ、そうサッカー部のシャカシャカ、ウィンドブレーカーっていうかな、わかんないけど、そうシャカシャカ、とにかくとにかくシャカシャカ。ビブスではない、なんか上下のシャカシャカ。でも夏にさそれ着ながら走ったら死んじゃうかな、大丈夫か、ちゃんと飲めば水。キーパーしてましてんって、ふう上手そうキーパー上手そう。このラメを今塗ろうか塗らまうか、すんごいすんごい格闘してるけど塗らない塗らないんかーい。この前リコチさんはサウナスーツ着て風呂にこもってたし大丈夫やろ。じゃあ大丈夫だ。そうよね、自分が水分をしっかりちゃんと取れば大丈夫ってことだよね。マジアスリートやん、水抜きみたいな、アスリートすぎる。でも私も多分ねむくみやすい体質だから、むくみ対策はねしないといけないんですよね。むくみってどうやったら取れるんじゃろうか、難しい。水抜き塩抜き、いやマジ格闘家マジ格闘家、格闘家の息。こんばんは、たなびーん。ね、かわいいこれ、ここに置いてるの。今思うと高校の時体脂肪率3から4やったの、やばいやば、なんかエグザイルやん。エグザイルの人ってなんかめっちゃ体脂肪率が超低いみたいな、なんか昔体脂肪率1桁みたいな、1桁は普通っていうのをなんかテレビで見てめっちゃ衝撃を覚えたことある。格闘家の人は24時間以内に体重を戻すことを前提として水抜きしてる。すごっ、そんなに体って操れる、自由自在に、すごすぎるな。水抜き塩抜きは卒業後やまで、すごいなあ、偉いわ。体重以下に抑えるとね、すごっ。でもなんか私も筋トレみたいなのを始めたら多分めっちゃやれる人なんよめっちゃやれる人なんやけど、ちょっとね、あ、一人じゃ無理一人じゃあのなんか一緒に頑張ってくれる人がおらんと無理無理やし、なんか体に悪い、体によろしくない筋トレをしてしまいそう、何にも知識ないから。渡辺筋肉ちゃん、何筋肉ちゃん、渡辺筋肉ちゃん、知り合いにユミリンさんに似てる、ガチトレーニーおるんやけどスタイル良すぎてる。いやマジトレーニーな方めっちゃ、トレーニーさんたちめちゃめちゃ綺麗だよね。しかもなんかめっちゃ筋トレしてる人ってなんかキラキラ輝いてるよね。 TikTok で良さそうなストレッチ見つけた、え、なんか私も最近見つけたんよ。なんか TikTok とかなんか YouTube とか見よったらね出てくるよね、ショート動画とかで。え、やば、ユミニンさんのみたいな顔がついとってさ、ほんわか系の顔がついとって体ゴリゴリやったらめっちゃかっこええな。ギャップなんかバグりそう、えー、みたいな顔とのギャップで
筋トレはメンタルが良くなるから。え、だよね、なんかみんなキラキラしてるよね。筋肉めっちゃ、なんか筋トレしてる人ってめっちゃみんなキラキラしてる。私がギラついてきたらもしかしたら筋トレ始めたかもしれん。やば、完璧人間ですね。筋トレはメンタルに効くんだよって。いやー、やっぱいいんだ。あ、顔なすさんか、ありがとう、頑張ってね、ファイト、ありがとう。え、待って、みちゅさんがピエヨンダンスしてるの、ちょっと待って、それは見る、それは見させていただく。ピエヨンダンス、最後やる、ピヨピピピピピヨよっこまっそう、ピーチクーパーチクー、STU48 筋肉は裏切らんって言うもんな。あ、スタジオの方か。ピピ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 ピ、スタジオさんのやつだ。おもろ、やば、めっちゃかっこよ。スタジオさんの TikTok のみちゅさんのピエヨンブートダンス、キレッキレ。かっこいいなっちゃんと王者のリズム天国のやつ20回は見たって。ありがとう、もっと見てかーもね、はい、願い事の呪文、はい、ほらむにゃむにゃ、おもろいわ、素敵なものを見させていただきました。いて、背中がバキって言うたわ。これさ、集めようか迷う、これ集めようか迷うんだけどさ、これさ、これさ、かぶったらさ、こうかぶらずにさ、3種類をかぶらずに出すってむずいよね。3種類をかぶらずに出すっていうのは難しいじゃないですか。あー、落とした隙間に落としちゃった。あ、これ500円、1回500円、めっちゃ大きいんですよ、サイズが12センチとかある。隙間に落としました私ちょっと配信終わったら取りに行きます。これはガチャガチャです。配信終わったらすぐ発掘します。だよね、500円がかぶったら辛いよね、絶対むずいよ。一回でやめといた、それはマジで偉いかぶったらあーってなるよね。最近ガチャガチャがね、そう、ガチャガチャが幅広いよね、価格帯が。ピーチクーパーチク言うよりもドゥイ、最後は誰でもひよっこまそう。1時間ついてこれたらなんとかしてもよし。え、自分本当にピエヨンのピエヨンのモノマネうまいかも。そうですねってピエヨンです。ち
実写化、ピエヨンの実写化をいつの日か、いつの日か、フラワーロック知ってる？え、あれじゃないの、こうやって踊る、え、それダンシングフラワーか、え、わかんない。実はピエヨンの声優さんでした。そうなのかもしれない。そう、顔でんけど、顔でんぐらいがいいかもしれない。でも体めっちゃマッチョにせんないかな。マッチョマッチョマッチョ。あ、だよね、音に反応するやつ、あれ可愛いけど絶対もう売っとる場所ないよ。なんかそういう昔のさ、流行りとか、流行ったものとかさ、可愛いよね。なんかもうさ、最近さ、一周回ってさ、あの学生とかが使うさ、なんかあのスクバ、あの昔ながらのスクバとかに可愛いなってもういう感情が芽生えてくれるなと。ファービーは私のお家にいます。もう最近ね、ちょっと電池切れが近いのかね、ずっとね、ネモイって言ってる、ずっとネモイって言うとる。じゃあ誕生日をかな、やります。13位シンジラングレーさん、ありがとうございます。12位クレセジンさん、ありがとうございます。11位桜の坂さん、ありがとうございます。10位宇宙王さん、ありがとうございます。9位ヒットグッドさん、ありがとうございます。8位電化会さん、ありがとうございます。7位中澤さん、ありがとうございます。6位ケンジ、ありがとう。6位間違えた、5位イチャさん、ありがとうございます。4位土井ソリソリソ、ありがとう。3位宗広さん、ありがとうございます。2位秋吉さん、ありがとうございます。そして第1位ジトクさん、ありがとうございます。というわけで皆様、今日も一日ありがとうございました。いやマジ、一周回ってランドセル、ランドセルって可愛いよな。なんかさ、なんか昔じゃなかったようなさ、色がさ今いっぱいあるじゃん。なんかもう一瞬回って黒のランドセルとかめっちゃかっこよくないって思うもん。アイスター、ありがとうございました。お、配信お疲れ様でした。ありがとう、みんなも今日も一日お疲れ様、明日も頑張ってこうでー。え、私的にさ、火曜日、火曜日、火曜日って一番ね、火曜日って一番疲れるよね。頑張って、こう一周回りすぎたかな。ではでは、今日も一日ありがとう。配信最後のあっち向いてほい、いきますよ。せーの、あっち向いてほい、上。今日も一日ありがとう。火曜日は辛い、明日も頑張って。でもね、私ね、水曜日好きなんよ。なんか水曜日っていいよね。なんか水曜日ってなんか余裕を持って迎えれる一日なんよ。みんなもそうでありますように。水曜日すいすい。では明日も一日頑張っていきましょう。おやすみの挨拶をしましょう。私が親と言ったらすみーと返してください。今日も一日ありがとう。おーやー、早帰り日いいね、最高じゃん。そういう、それは素敵。おやーん、また明日。